まあそうだね。太平だったらもうユリアの時点で絶対行かないよ。さあ 1P 側先方アルファ、 2P 側中堅富永。ただまあアルファもね、その出ない出ないと揶揄されてますけど、こういったねゲームしてるんですよ。ちゃんと週3回ぐらいは少なくともあのどっかしらでゲームしてるのはね、あのマジで偉いんですよね。やっぱやってるプレイヤーはどんどん強くなる、そういったことを体現してるプレイヤーなんですが、さあデンデンだけ中足猫チェスト当たらない、中足機構うまく前して綺麗にかわす、素晴らしい、やるやアルファ、腰までバキバキやっていく。さあここまでトミーまで崩れるともう偉いこっちゃになりますが、さあどうなる、ブロって膝リープ、これはある、ここは小ろし、さあ落差は投げている、チャムイダイバー出ない、下面だ下ろし、でもこれ勝ってもさ3ラウンド目にマックスの中に嫌だよね。まあ嫌だ、まあまあそうね、結果嫌ね。さあファイナルラウンドまでもつれ込みました。トミニーは画面端へ、前背投げ、小足下ろし、立っている、さあ下がってトミニーは再びゲージためモードか、前とあ前背がちょっと遅かった、三角飛び戻ってくる、あハッケーの刺さりがちょっと気になってるんですかね、あんまりよ、そうですね、無理にいかないというか寄らない立ち回りしますね。リープつながるリープでしたが無理はしない、下ろし、ダメージ減がほぼこれ、まあ、でも今のところこの下がり気味の戦い方はかなりうまくいってるんで、してますね、ガラクサ無理にいかずに、ここはガンガードだろう、ね、あしかしここはチュンリータイムか、プロってハッケー剣、しゃがみでバン、生おろし、さあ2本これで使えば勝てるっていう、そうね、どっちもリーサルみたいなもんですかね、100列いっちゃってるから、あーゼロドットはきつい、あれ最速でいきやがった、あある、え弱あるの、これは EX もあるよ、あーくぐりきれず、いや魂のコパンでした、手に汗握りますねちょっとしょんぼりな形でしたが、ここで行ったのは、なるほどザビですかね、なんいや、村勝さん行きました、まあ、そうだよ、このパターンでやって村勝さんとミモちゃんで、ミモちゃん勝ったんですけど、後でザビが勝ちました、その後で同じパターンを繰り返すような、さあ今月はどうなるか、さあこれ村方勝ったらかなりすごい、トミニーあんまり村方さんとやってるイメージねえが、どうでしょうね、でもなんかオロは苦手意識ないと思いますよ、ないかな、ただまあこの人の場合はね、真面目魔女と何回やってると思ってますか、頭ハメのバリエーションに対応できるかどうかって感じですけどね、チェストチェスト、いやこれは残らないかな、なんちゃっけ、さあ2ラウンド目暴れていく、さあオロゲージがまだないので、これはめれるんですか、はめれます、かなりやりやすい部類のはず、とさあどうする、前してから使う、おお読み合い仕掛けていった、えっ嘘でしょスタンチの状況を見てなかったけど、ここは入らず、オロはむずいはずです、めちゃくちゃ打ってくる、いやこの EX オニアも打ってもな、下がって一輪、うまい、今のはめちゃくちゃいい、やるその分マイク、あやるか、小足の外から大パン、おおおっかねえな今の前歩き、さあまずは富永が画面端に持っていって、オロが逃げるが
とがめていく。剣当たって、さあここで追い打ちはしない。大剣で追い返す。いや今きつい、あ甘い、うーかー、剣が引っかかる。玉ハメ行かせませんでしたね。ザビの負担が重くのしかかります。さあここでおそらく合気でしょう。これちなみにどういうレベルでキャラ変えれるの？その試合その試合で変えれるんですか？勝ってたら変えらんないけど、別に出し直すときはいつでもいい。この試合例えば、はい、この富永に対して合気を出して次の試合で、あさすがにダメ、ダメですよ、さすがにダメ。それはでもじゃあ例えば俺らと次当たったときにキャラ変えろ。オッケーオッケー、それは大丈夫。さあザビバーサストミニー、ザビはマストカラーです。さあ前してケアしますね、しっかり。ひざめっぱー、クイックス取っちゃいけないんですよ。なるほど、ああそうか、それだと思ってるな。これは終わりまし、終わりました。富永のターン、富永のターン。このゲームこれで終わるんです。忘れたわけではないでしょうが、ザビ心の隙間を首でキュッと締められました。さあ今のを見せられると合気も行きにくいですが、まあそれでも行くしかないと。さあワンブロ中達、中処理は入らず、うまい、ザンク重なってないが、おお行きすぎない。これは当たらない、ちょっとタイミング難しかった。投げて、読み合い1回で済むってマジマジです。難しいっすねこれ。あこれは追っかけてくる、ガードしてた、拾ってる、うわ当たんないの、うー暴れてくる。いや今の前ジャンプ通させないのはさすがですね。うん、だっとっと、なんでアッパーなんですかね。これはだっとっとっとあ危ない。いや今良かったっすね、いろいろありましたがザビがなんとか踏ん張りましたね。ヘラヘラしきりましたけどかなり危なかったっすね。さあこの位置の誠に合気は行ききれないというのが非常にきつい。まあ画面端強いキャラですからね、ゴーキー。ね、ーああマジか。届くか。届くんかーい。富永のターン。終わりました。届くの。今の届くのやばいでしょ。